スタートということで、ですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日女子手2021の記録映像を撮ろうかなと思ってます。このメンバーでテイク3回目テイク4トラブルが続いてテイク4何のテイクなんだってここが、美術館の入り口ですか。そうですね、牧野先生の展示と助教助手展が一緒にやってて、今お三方が立ってるのが看板の一番最初のところですかね。この看板は助教助手の方、我々含めて手作りして、そうですね、それこそ大野さんも制作してくださった、ありがとうございます。やってありがとうございます。順路をちょっと大野さんにそうですか、ね、ご案内していただきたくて、はい、ではこれの順路通りに行きます。はい、ここはあれですよね、割とその暗所の作品が多いって感じですね。そうですね、もう前回からの壁を、はい、展示を結構活かして、はい、まあ、暗幕つけたりとか。なるほどなるほど。あとはそうですね、結構照明も打ってはいるんですけど、うん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 、割と落とし目でですね。なんか割とプロジェクターとかモニターとかを使うような展示が割とこの部屋に集約されてる。そうですね。入り口にハンドアウトがあるんですね。あ、そうです、ハンドアウトがこんな感じに、こんなちょっと暗、あ、いいですね、暗いのであれなんですけど、いいですね、はい、キャプションとか作品の横に貼られてるんですけど、うんうん、例えばあるんですけど、まあ、人によってはこう作品を全部まとめてここに載っけていたりするので、うんうん、まあ、何でできているのかなっていうのはこのハンドアウトを見ていただくと、はいはいはい、ね、載っています。大野さん案内めっちゃうまいです。あ、マジですかやっぱ違いますね、さすが。違う、さすが。いやいやいや、ちょっとあれ、ここからどうなるかわからないので結構光がね、やっぱりこう、はいはい、貴重とされる作品が、そうですね、この部屋は多いですね。まあ、ちょっと作品とはずれちゃうかもしれないですけど、はいはい、結構天井から何か吊るとか、はいはい、なかなか学生の人は見る機会ないと思うので、うん、まあ、作品と合わせて確かに助手さんがどうやってなんかこう説明しているのかな。めちゃくちゃありますね。そう、結構卒生とかね、うん、こういうの大事なので。そうですね、勉強になりますからね、盗むチャンスですね。そうです。うん、では配線の方法はなんかいいですね、この。いや、これまたバリエーションがすごいですね。そうなんですよね、まあ、雰囲気としては全体通して、まあ、展示室1だけじゃなくて結構あれですよね、もういろんな表現媒体が展示室に集まってるっていう感じなので。なるほどなるほど。まあ、こういう状況も助教助手展ならではなのかなという。いろんなジャンルが混在している感じも、うん、一見なんか建築学科の方とは思えないとか、うん、確かに確かに、なんかその辺も見ていただくと面白いのかなって。そうですね、なんか、え、この学科の方こんなことやられてるんだ、うんうんうん、たくさんあると思いますので、ぜひちょっと館内の方に進んでいきますか。行きましょうか。はい、試しに早速入ってみましょう。まあ、ここでまず手消毒とかをしてください。で、ここではまあいろいろとアンケートを答えていただくと。あ、そうですね、これぜひぜひこの QR コードを読み取るとアンケートが出てきて、うん、で送信済みの画面を見せるとこのこれがもらえると、うん、これステッカーですかね。そうですね、はい、ちょっと手が乾燥してるちょっと緊張するけどね、受付カウンターちょっとね。そうっすね、自分だけかな、学生の時すげえ緊張して。あ、でも分かりますね。緊張しますよね、ズロク結構こっちにもなかなか、はいはいはい、なんですかね、むさびのズロク結構
あ、ここにね、いっぱいあるんですよ。ってるんですよ、今までの売ってたりとか、はいはいはい、いろんなのが実はここで。結構学生の頃だったら半額とかで買えるので、そう、めちゃくちゃお買い得です、はいはいはい、お得ですよね、これね、うん、でも学生証ないといけないんで、オムニ店の買いに来たら僕忘れてて、その日あ、ダメですって帰りました。そうですね、この図録まだ並んでないですけど、女子店のもそうです、そうです、ありまして、女子店のもこれですね、予約受付中、うん、これです。トートバッグがなんとついてくるという、かわいい。やっぱり学生の方が安いです、ね、全然もう、はい、ぜひ皆さん注文してください。結構予約注文ですか、しっかりした、いい感じですね、いい感じです、使いやすいサイズと、サイズ感もね、まあね、しっかり図録宣伝した、そうですね、ここが一番大事なんで、オーキャンティー女子店のトートバッグ、やっぱ高野台の通行手形なんで、おやっぱドヤ顔でね、うん、見せながら、ぜひぜひ、まあ、ここから、まあ、どう見てもいいんですけど、うんうんうん、まあ、ちょっと奥まったところに展示室がもう一個あるので、そっちに、そっちを先に見ちゃおうかなと思います。でここが、展示室1に続いて展示室2という場所なんですけれど、はい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 、なんかさっきの展示室1と全然違って、こっちはもう明るい部屋で、そうですね、かなり、照明も実は助手助教の方がもうご自身で当てていい感じにライティングをしているので、やっぱり場所の選択も結構その自分の作品の見せ方みたいなものにやっぱり関連してくるので、やっぱ大きな要素の一つですね、そうですね、場所の選択っていうのも、まあ、早速こういった参加できる、手に取って見れるものも荻野さんのめくってみるみたいな形の、はいはい、こういうのもあるよっていう感じですね、うん、これ壁にはその絵画が飾ってあったり、向こうにはまたちょっと違うものが、そうですね、リサーチ系の、うん、展示物もあったりとかして、まあ本来だったらなんか部屋ごとになんかこう何ですかね、展示物が割とこう、うんうんうん、メディアで分けられてたりとかすると思うんですけど、そういう縛りみたいのを取っ払ってというか、うん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 、展示をしていただいてます。空間演出デザイン学科の高澤さんとかは割とこう空間を広く使ってインスタレーションといいますか、そういう表現をしていただいているので、まあこういうハンドアウトみたいなものあったりとか、そうですね、個別の作品で置かれてたりとか、すごい手袋をしっかり活用されてますね。そうですね、あと他の展示室の助手助教助手さんにもいらっしゃるんですけど、はいはいはい、まあ、山本真理恵さんとか、うん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 、彫刻学科出身なんですけど、まあ、ちょっと別の研究室で、はいはいはい、勤めてらっしゃったりとか、クリエイティブイノベーション学科制限さんの、うん、まあ、まだ、まあ、CI っていうふうに訳してるんですけど、うん、創設間もなくていろんな学科の、まあ、すでにこういうスキル、うん、もう作家として活躍されてる方がこう研究室に入っていただいたりとかしてるので、うん、まあ、いろんな話もできると思うので、うん、もし興味あれば、そうですね、捕まえてください。そうですね、うん、これ、うん、絵的にはね、やっぱ後ろに立ってるあれ、例のやつですね、 になりますね、あれが異様なんですけど、これを一体誰が、今遠近法でちょうどいい、うん、そうですね、サイズ感でこう僕と同じ、伝わるかなあの感じ。ちょっと行ってみますか、行きますかって形で展示室2はざっと見ました。案内するのうまっ。まず一体誰の、うん、それは僕の作品ですね。お、来ました。そうなんですね、ちょっと2年目の初めての女子展でペーペーなんですけど、こんないい場所で大きい空間を取ってしまったので、なるほど、
上の再現が結構ここのアトリウム1はないので。そうですね、まあ、作品ってその空間に入りきればいいってものじゃないとは思うので上に高さがあるこの空間はそういった意味ではすごくいいですね。これはもうあれでしたっけ、アーティストトークで答え合わせが、なるほど、ないんだないのかい、全く違うこと話してないのかい、アーティストトーク何だったんだっていうアトリウム1はあれですよね、こっち側にもたくさんの作品がありまして、ただこういう割と大きいものに目が行きがちなんですけど、結構こういう版画の所さんの作品とか、版画なんですけど厚みがあったりとか、結構不思議な、版画の作品の横に映像インスタレーションがあるっていう、あったりするっていう、このね、これもあれですね、アーティストトーク出ていただいた映像画家の若林さん、そのアテリウム1内でのチームスの会話で音が鳴るってしたので、はいはい、アーティストトークの作品が来るんだなって思ってたんですけど、全然すごい可愛い作品が来てる、はいはい、全然アーティストトークと違うやんっていう趣味みたいな、趣味発表みたいな感じだった、ね、ぜひその違いをね、2年前から撮ってますね、アーティストトークもね、あの計画は10年ぐらいかかってますね。あとこういう高い作品もありつつ、はいね、垂直なものに対して水平なものとかが結構こう散らばっていたりとか、結構スイッチして一個一個見ていただけると、そうですね、だから結構この作品見て助手さんの名前とか研究室の名前見ると全然彫刻関係ないじゃんみたいな方とか結構いるので面白いです、ね、面白い、あんまりそういう研究室に縛られずに見るっていうのも結構面白いですね、いいのかなっていう、うん、え、この学科なのにこんなものを作ってありますよね、のがね、多々ありますね、だから皆さん卒業してからの方が伸び伸びしてる感じが割と自由にいろんなものを作られてるって感じ、結構この階段の下とかにも作品が、ね、はい、実は隠れてるのがあったりしますね。順路的にはそうですね、まあ、この階段を登っていただいて、はいはいはい、次のアトリウム2に行ってみましょうかね、行くといいかなと思います。さあ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 ということで、ここがね、ここがアトリウムの2になります。この場所は、まあ、上から日中は結構自然光が取り込まれやすいっていう会場になります。あとは床がアトリウム1はレンガだったんですけど大理石結構クラシックな美術館博物館といった感じです。ここからちょっとペインティングの方が入り始めたりとか、そうですね、結構展示室2の飛騨野さんの作品とも近いんですけど、この遠出の秋山さんのものだったりとか、結構ね重機とかも見ていただきたいんですよね、そうですね、遠出の方の、そうですね、なんか秋山さんのとかもタイロフォームを切ってここに置いてるって感じなんですね。なかなかね、なかなかやっぱ場数を踏んでないとできないですよ、ね、この選択はできないですよ、さすがとしか言いようがないです。アトリウム2は階段登ってくる場所なので、アトリウム1が、うん、あ、そうですね、うん、結構一望できるというかビュースポットといいますか、こんな感じになってますね。この越しいいっすね、長身作品2つの、うんうん、あれ相談しておいた、もしかして、いや何もしてないです本当、この後は3まで行けるんですかね、3に行きます、あのスロープを登る感じですかね、渡ってちょっと行ってみましょうか、なんかサインが出てるのでそこを行っていただけると、あれですね、で見どころですね、ここが展示室さんになります。はいはい、なんかあれですね、展示室さんに行く前に気になるのがさずここ、そうですね、ちょっとここ
こを捉えなきゃいけないですよね。ここはちょっと僕の作品なので、はいはいはい、まあ、ちょっと、まあ、ヨンさんの作品を、はい、ちょっとどうしても撮らないといけない急に歯切れが悪くまあ、あの見ていただいて、それこそこのあれですね、重機のところだったりとか、もちろん作品もですけど、いやいや、もうなんか特にここで喋ることはないですけど、本当これもやっぱ場数のなせる技だと思いますね、うん、もうすごい、うん、ちょっと照明だけ頑張りました、頑張ったというか、あ、でも確かにすごい、うんうん、これ設営中なんかここ絶対通るんで、ずっとやってましたね、やってましたねなんかあの、うん、設営中照明にらみながらアスリートのような真剣な顔されてました、孤独な戦いを、やっぱり影の落ち方、落とし方も空間に作品を置くという意味で、まあ、かなり大きな要素の一つですね。ここももともと暗いので、うん、なんかもう難しかったんですよね、うんうんうん、なんか展示室とか入っちゃうともう蛍光灯とかあるんで、うんうん、すぐ明るいんですけど、うんうん、なんか作業する明かりもないみたいな感じだったので、というそういうとこまでですね。このしっかり裏面も作品両端のとか続いてるのにそれを見せない壁に配置するっていう、うん、まあ、ちょっとここしかなくて展示できるところがここしかなかったっていうのもあるんですけど、まあ、でも結構そういう展示は今までやってたんで壁に張り付いて見てる人がすごい、僕のおばあちゃんもずっとこうやって見てる一番これがお気に入りでした、僕のおばあちゃん。あ、本当ですか。あれなんですよね、右手は出口になってるんで、こっちが出口なんで、一応順路的にはまあここでキャプション、あ、王の作品だなっていうのを見ていただいて、はいはい、ここですね、こっちに見ていただいて、シュー、シューという感じ、うん、はい、向こうですね、行ってみましょうか、アトリエさん、はい、これまた、はい、で、まあ、スロープから上がって、まあ、ホール出ていただいて、ここが展示室3になります、うんうんうん、ここが一応最後の展示スペースですかね、ここが多分一番作品数が多い展示スペースになってます。もう全然なんていうんですかね、うん、ジャンルの違うものが、そうですね、一緒くたに、まあ、ならではというとあれですけど、うん、まあ、どうしてもこうなっちゃうっていうまあぶっちゃけそうなっちゃう、結構こう流れずに一点一点やっぱ目を止めてもらえると全然読み解ける内容が違うので、うん、この部屋で見逃せないのはやっぱ一番あの端っこにあるちょっと近寄ってみましょうかね、ちょっと突撃してみますか、突撃して、これって誰の作品なんでしょうね、これ誰のですか、アーティストトークでこれも答え合わせができないできるのかな、しようと思えばできるのかな、なんかこれ見た人にみんな、あ、映像かと思ったってすごい、モニターを使う作品かと思ったってすごい言われるので、まあやっぱそう先行がそうだったので、まあ多分そういう見え方も多分みんなしてくれるだろうなと思ったんですけど、関根さんの作品なんですね。あ、ええ、あ、そこ明言しないで。キャプションによらないっていう。そうそうそう。まあ、今回はこういう形態の作品になったなっていう感じですね。なんか場所の壁面の関係とかそういうの見ながらやった感じですね。アーティストトークはなんかひたすらスケッチみたいなの返してるけどちゃんと図面を引いて距離を出してっていう感じですね。まあ置かれてるモチーフについての謎解きみたいなのもあるんですけど
気になる方は直接15号館CI 券までお越しいただければこれぜひぜひ、この壁の向こう側にもあるんですよね、うん、展示室がね、同じ展示室3、ね、そうです、まあ、さっきもそのコーデの方の重機が結構面白いよって言ってくれたんですけど、結構富山さんのとかです、ね、なかなか上の作品もかなりいいんですけど、そうですね、あの富山さんもアーティストトーク出てくださいましたけど ね、うん、あれですね、奥に見えるのが日本画の川野さんの作品とかも、うん、お二人対談されてましたけど、対談されてますね、作品をこう、あの対談の後にこう作品が同じ場所で共存してるってなんか泣けてこないですね、うん、なんか本人たちはこうそこにいない状況でも作品がこうなんかなんていうんですか、あれ自分だけわかりますこの感じすごいなんか今いいなと思って、一応あれですかね、展示室3までが展示の順路的にはそうです、うん、これ展示室3はあれですよね、階数的には2階3階の部屋になっているんですかね、多分3階ですかね、 2階には戻るときはスロープを下っていく感じになりますね、うん、大野さんの作品がある場所、そうですね、ここで戻ってこれ戻って、ね、ひとまずは終わりという、でまあ下っていくとあそこが美術館ホールと呼ばれてるところですね、よくトークとかをここでやったりとかあるんですけど、うん、まあアーティストトーク、アーティストトーク、そうですね、増山さんめっちゃ気合い入れて大先生、それはもうほぼ増山さんの作品と、うんうん、もう増山さんの作品ですよね、うんうん、なんで置いてないのかもうこれはね、そうなんですよ、これはここでちゃんとこれのあのはっきりさせたいですね、ことですね、うん、これはもう、はいはいはい、増山さんのアーティストトークの、うん、あれですね、これ作品です、大変だったな、すごいな、まあ、ホールの前にこういうのが置かれてまして、このね、このこれですね。これで YouTube のチャンネルに飛べますので、うん、まあ、最悪見なくてもいいのでチャンネル登録と、すべての動画に高評価だけしていただければ、チャンネル登録、最悪見なくても別に高評価、見てください。チャンネル登録よろしくお願いします。答え合わせですね。ぜひぜひぜひ。展示の答え合わせをみんなで。これあれですよね。あの今回こういうアーティストトークをたくさん作ったんですけど、今後はその、まあ、コロナが落ち着いたら例年やってるような大きいイベントだったりとか、うんうんうん、そういったものの記録映像をたくさん残して、あの歴代の女子展のアーカイブ映像が見られるチャンネルにするっていう名目で作ったので、まあ長い間ね、多分楽しんでいただけるチャンネルになるんじゃないかなと。間違いないです、ぜひぜひ、うん、チャンネル登録よろしくお願いします、高評価高評価チャンネル登録マジでこんなことを言うあれ出すでしょ、ボタンもちゃんと、ボタンもね、ボタンみたいな、こちらからこちらで流れているのが、あれですね、女子展、その当然展示の人だけではなくて上映作品を作る女子さんもいまして、うん、私映像学科の増山ともう一人あの瀬川さんという助教さんがいまして、その2人が上映作品を作ってますよという感じです、ね、ここに活目せよ、タイムテーブルがね上映スケジュールがこんな感じでタイムテーブルが載ってますまして、でこれ流れてるのがその会場内でこんなのやってるよっていう感じなんですけど、うんうんうん、ここだとその音を全然流していないので、うんうんうん、あくまで目が見た目が見えるってだけですね、なのでぜひこの扉に入っていただいて、館内ね、これも開けられるのか、うん、あ、開いてますね、取れるかな、杉さん入ってみて、入れます、あ、流れてますね、流れてますね、お、さすが、はいはいはい、ここが、美術館ホールと呼ばれる空間なんですけど、うん、
ここで作品の上映作品が流れてる感じですね、うんうん、実際はこんなに明るくはないんですけど、こういう感じの座席が置かれてまして、そういうのは放っといちゃダメでしょ。はいはいはい、ここでですね作品が見られますね。瀬川さんが観察官って、あ、そうですね、瀬川助教は作品に自分で出ちゃうっていう人適当にやってると大変なことになるの分かってるんでしょ僕にとったらこの姿しか 見たことないから、ね、怖いですよね。めっちゃ怒ってる人みたいな。あ、もうノーコメント実際はすごく優しい人です。演技ですよね。演技ですね、これはね。役に入ってすごく他の学生にも慕われてる助教さんです、ね、間違いない、間違いない助教さんです。間違いない助教さんっておかしいこれ、まあ、一通り見てきましたけど、こんな感じの展示になってますね。なんかお三方お付き合いいただいてありがとうございました。いいや、ありがとうございました。すごい距離スタンス、ディスタンスがすごすぎてどんどん僕後ろに下がるそっか、人形があったんですが、含まれて基準が全然大丈夫ありがとうございました。あと他にもね、展示がムサビの中で結構やってますので、確かもうすぐ卒業終了制作、そうですね、ですかね、1月中頃ぐらいぐらいですかね、ですかね。まあちょっと大変ですよね一番大変ですよね、学生もスタッフの方も全員大変してる時期ですが、頑張ってみんな学生さんたち作ってるので、ね、うん、見に来てください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。はい、お疲れ様です。大丈夫か